チャールズ・ハートウェル・ボーン・スティール3世はアメリカ合衆国の軍人。第二次世界大戦と朝鮮戦争の間にアメリカ陸軍に奉職。朝鮮半島の非武装地帯における紛争の際には在韓米軍指揮官を務めた。最終階級は陸軍大将。父や祖父も米陸軍の将校であった。ボーン・スティールは1909年9月26日に ニューヨーク市にて出生した。チャールズ・ハートウェル・ボーン・スティール・ジュニアの息子である。10代の頃、イーグルスカウトであった。後に、米国ボーイスカウトから、イーグルスカウト優秀賞を授与された。オックスフォード大学における、ローズ小学生でもあった。陸軍士官学校を1931年に卒業した、ボーン・スティールは、ティックという、生涯にわたる愛称をつけられた。 第二次世界大戦中、米国と欧州に赴任し、いくつかの幹部職を務めた。1945年には、ポツダム宣言の総案作成に携わっている。またボーン・スティール、ジョージ・エイリン干渉軍、およびペンタゴンの戦略政策委員会のディーン・ラスク大佐は、米軍、ソ連軍、および中国軍の責任の範囲を定めるべく、一般命令第1号を起草する任務を負った。 すでにソ連軍が満州経由で朝鮮北部に移動しつつあった1945年8月10日、ボーンスティール・トラスクは朝鮮半島を38度線で分割する提案をした。一般命令の草案は8月15日にソ連に打電され、後日ソ連に承認された。戦後期には国務長官特別補佐官を務めた。1958年11月、 ベトナム共和国のサイゴン氏を公的な立場で訪問した。また、第24不評師団の司令官と第7軍団の司令官を務めた。1966年から1969年にかけて在韓米軍司令官を務めた。この間、朝鮮半島の非武装地帯における紛争における北朝鮮の侵攻を防ぎ、プエブロ法事件による緊張に対処した。 網膜白磁により、眼帯をつける、ボーンスティール将軍1969年に退役。陸軍在籍中に、主君賞を2度、勲章賞を2度授与された。1977年10月13日に死去。アーリントン国立墓地内の、父と祖父の近くに埋葬された。ありがとうございます。